ちょっと僕は笑顔じゃない感じ。待ってます。待ってくれます。こちら。ほら、一応ペロ。やっちゃった方がいいじゃない。それがダメって言われたら間違えればいいけど。まあ、何ですか、お声出せ。ここわかんないんですけど。あ、めちゃめちゃ見てください。うまいかもよ。見習って。あ、夢の方踏んだ。今見てた。夢の踏んだ。待って待って待って。スタートぐらいやろうよ。違う、あ、スカちゃん違わないじゃん。大きいじゃん、そっちの方が。結構いいわよ。それは私の方が大きいけど、ほらどうせちっちゃいとか思ってたの。待ってたけど。もういいよ。でも真似してください。ハケハムスターか。やっとだよ、やっと一日審査通ったよ。くあれやったイエーイ。あ、すいません、同じ B キャストです。 A キャストです。トッサだったから知らないふりしちゃった。謝った方がいいかな。いや、でもせっかくイケてる女子になれたのに今更。いや、やっぱ謝ろう。メイミさんです。今回はキラじゃないんですか。いや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 、今回何ですか。ルナです。新入部員です。はい、一言。おいしいです。おいしいです。2人も食べたい。わーい、パイナッツプル。パイナッツプルだよ。その上についてるのは何ですか。ティアラです。ティアラ、はい、かわいい。かわいい。かわいい。こんにちは。マワショです。いや、でも今みんな今回一緒に出るヤツさんです。だって3人になったからちょっと変わりやすい。初めまして。すげーよ、すげーよ。今ひとえちゃんもちょっと他にないし。え、ゆうちゃんカメラに撮ろう。確かに変わってるっちゃ変わってるけど。すごいんだよ、マジで。どんなゆうちゃん。顔の全部でしょ。ベタなアイドルっぽい振りからの。シトウサキさんはどう思いますか。シトウサキさんはですね、私ちょっと苦手なんですよね、シトウサキさん。そうなんですか。なんか、なんて言うんだろう、性格が合わないっていう。あ、なんか生理的に無理っていうか、そういう分類が入っちゃって。そうなんですか。はい、佐々木さん、悲しがりますね。本当だ。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。大好きだよ、佐々木。ありがとう。照れる。照れんなよ。照れる。笑顔と元気を忘れずに、みんなで楽しく作り上げていけたらなと思います。頑張ります。舞台のお仕事は初めてで、分からないことがたくさんあってまだまだ不安なんですけど、みんな一緒にやる子たちもすごくいい子たちばかりで、もう仲良くだんだん慣れてきたので、もっともっといい舞台が作れるように一生懸命頑張っていくので、皆さん見に来てください。よろしくお願いします。初めてなのでみんなの足を引っ張らないように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ちょっと、まあ、始まって1週間なんですけど、稽古もうちょっと気合を入れて本番に向けて頑張っていきたいなと思います。はい、とにかくお芝居をすることが大好きなので、今回この舞台に出演させていただけてとても嬉しいです。とにかく精一杯頑張りますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。本番まであと少ししかないので頑張ります。見に来てください。今頑張って楽しく稽古をしているので、いい作品を作れたらなと思っております。ではこれからも頑張ります。よろしくお願いします。稽古の方も、もう毎日頑張ってこれからも行きたいと思ってますので、皆さんぜひ見に来てください。バイバイ。
稽古の方も毎日頑張っています。皆さんの前で素敵な演技が見せられるように努力していきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。以上です。バイバイ、見に来てください。この今回の舞台で、前から一緒に知り合ってやっていたメンバーたちも多かったので、今回はとてもやりやすく稽古させていただいています。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。ぜひ見に来てください。バイバイ。今回の舞台は知ってる人もいれば知らない人もいて、知ってる人の方が多いんですけど、知ってる人とは友達だけどライバルっていう意識をちゃんと持ってお互いに頑張っていきたいと思います。今回の舞台は可愛い子がいっぱい出ているので、可愛い子に負けないように頑張ります。今回の舞台は女の子が多いということで、私も初めて経験する現場なので、すごいみんなと仲良くお話とかできてすごく楽しいです。これからも本番に向けてみんなで一丸となって頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。みんな仲良くしてくれたりしてすごく楽しいです。かりんなりに一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。